トマベノワレマルは、グアドループ出身のサッカー選手。フランス代表。アトレティコ・マドリード所属。ポジションはミッドフィルダー。地元の SS デベマオーでキャリアをスタートさせ、2010年に、フランスの SM ・カーンの下部組織へと移った。カーンでは2013年にトップチーム昇格を果たし、8月2日のディジョンフコ戦でトップチームデビューを飾った。 2015年4月6日の南都戦でプロ初ゴールを決めた。2015年2月1日、リーグアンのエース、モナコへ移籍した。2016年6月2016年10月8月22日のトゥールーズ FC 戦にて移籍後初得点を決めた。2016年9月14日、トッテナムホットスパー戦でシーズンの最初のゴールを決めた。3日後、 スタットレンヌ戦でで2得点を決めた。2016-17シーズンは公式戦14得点を挙げた。2017年12月15日、AS、サンテティエンヌ戦で2得点を決めた。2017から18シーズンはリーグ戦30試合に出場し、リーグ1優勝に貢献した。2018年6月12日、アトレティコ・マドリードはモナコと獲得に関して、 基本合意に達したと発表2018年7月27日に契約を結んだ遺跡金は当時アトレティコ史上最高額の7000万ユーロ最初の公式試合となった UEFA スーパーカップレアルマドリード戦にフル出場し優勝に貢献した9月22日のヘタフェ CF 戦遺跡後初ゴールを決めた しかしラリーガではわずか3ゴール3アシストと低調な結果に終わったためシーズン終了後にはサポーターから批判を受けた2019から20シーズンは公式戦29試合に出場するも0ゴール0アシストでシーズンを終えた2020年10月27日ザルツブルク戦でジョアン・フェリックスへのアシストを記録したこれは2019年4月24日の バレンシア戦でのアシストから約1年6ヶ月ぶりの得点関与となった。12月5日のレアルバジャドリード戦では2019年4月20日のエーバル戦以来約1年8ヶ月ぶりにゴールを決めた。また、前節のバレンシア戦から2試合連続でのマンオブザ、マッチに選ばれた。フランス代表として各ユース年代でプレーした。2016年11月。 負傷した、キングスレイコマンに代わって、A 代表初招集された。11月15日、親善試合のコートジボワール代表戦にて、ラビオとの交代途中出場で A デビューを飾った。2017年8月31日のワールドカップ予選オランダ戦で代表初得点を含むにゴールを挙げた。2018FIFA ワールドカップの23人のメンバーに選ばれた。 6月26日、グループステージ最終戦のデンマーク戦に出場した。それが唯一の出場となったが、7月15日、チームはクロアチアを破り史上2度目の世界一に輝いた。ありがとうございます。